得点は 57.99 というものでした。曲はシルクドソレイ。ショートプログラムではダブルアクセル、ダブルルッツで減点になりました。半の演技です。ジャンプは最大8回まで。最初のコンビネーション、トリプルフリップ、トリプルトーループ、次もコンビネーションジャンプです。シングルのアクセルですね。飛ぶはずだったのはトリプルアクセル、そしてダブルトーループでした。トリプルルッツ、2002年のジュニアグランプリベオグラード大会で見事優勝を飾りました。このスピンの速い回転と柔らかさが彼の持ち味です。これはキャメルスピンを意図的にフォアインのエッジで回ったりしてですね、難しくしてますね。あとトリプルアクセルがありますが、午前中の練習ではちょっと転倒シーンがありました。どうでしょう。ちょっと回転が足りなかったですね、はい、このスパイラルは男性にしては非常によく足が上がりますね、体の柔らかさを強調します。ルループ3回転ジャンプが続きます。トリプルサルトからダブルトーループ、ここでコンビネーションを持ってきました。ダブルアクセル、フライングシットスピン、最後のジャンプはダブルフリップです。トリプルフリップを予定していました。円を描くサーキュラーステップシークエンス。綺麗ですね、はい、両足一直線です。ちょっとチェンジフットした後に今バランスが崩れました、はい、カナダのショーン・ソーヤー12人のトップを切った演技です。
まあ、あのジャンプはね、ちょっとミスがあったんですけれども、この選手のいいところはやはりバレーのトレーニングなんかも非常によくしているということと、それからジャンプを降りた時のランディングの姿勢が非常に綺麗ですね。はい、最初のトリプルフリップ、そしてこれはランディングも安定してます。はい、トリプルトーループです。ここの姿勢がやはりランディングポジションが綺麗ですね。もう少し流れがあるといいです。午前中の練習で飛べなかったトリプルアクセル、3回転半ではなくて3回で降りてきてしまいましたね。回転が足りなかったんですね。はい、これはシットスピンの時もですね、つま先まで非常に伸びてて綺麗ですね。ここです。この後がですね、ちょっとバランス崩れてしまったのがもったいなかったですね。ここですね。はい、はい、グランプリシリーズは世界6カ国を転戦して、この NHK 杯が今年アメリカ大会、カナダ大会に次いで第3戦なんですが、その2大会にエントリーして上位6組6人がグランプリファイナルに進むことができます。そのファイナル、ジュニアのグランプリファイナルで5位に入った経験もあります。新ジャッジシステム、第1採点はテクニカルエレメンツ、技の正確性です。ジャンプ、リッ、スピン、そしてステップシークエンスと、それぞれの技に基礎点がついています。こちらは第2採点プログラムコンポーネンツ、5項目10点満点でチェックします。12人のトップ、カナダのショーン・ソーヤー 167.99 です。